そこ気をつけて。着いたわ。ほら、へえ、立派な農園だな。中央からは少し離れているけど、その分穴場になってるってことか。そういうことね。私がここを知ることになったのもそれが理由かも。そっちは悪いきっかけだけどね。それ以来、こことは密に連絡を取っていてね。栽培を手伝ったり、この季節にはイチゴ狩りをさせてもらったりしてるのよ。なるほどな。でも結果として救助できたわけだし、今やってることも人助けだろ。悪いきっかけってことはないんじゃないか。まあそれはそうだけど、罪もない人たちが魔族に襲われたなんて話はやっぱり良くないことよ。私が偶然その場にいなかったらどうなっていたか。ならやっぱりいいきっかけだよ。ユキナがいたから助けられたんだ。ここの人たちはそう感謝してるんじゃないか。そうなのかな。まあそうだとしたらすごく嬉しいけど。話してみればこんなに優しいことがわかるのにな。今まで交流が少なかったのはもったいなかったのかもしれない。さて、暗いお話はその辺にして、そろそろイチゴを味わってもらおうかな。ここのイチゴは特に美味しいんだから。へえ、そりゃ楽しみだ。って、すごい大きさだな。めちゃくちゃ甘いな。なんだこのうまさ。そうでしょう。無農薬栽培はもちろん、受粉には同じ農場で育ててる日本蜜蜂を使っているのよ。それをミツバチにさせてこれだけしっかりした実をつけさせるなんて、努力も技術も一流なんだな。でしょ。あとそのミツバチのおかげなのかはわからないけど、これだけ甘いイチゴなのに蜂蜜をかけても美味しく食べられるのよ。これだけで十分甘いのにまだ足すのか。ま、騙されたと思って試してみなさいな。おいおい、かけすぎじゃないのか。これはダメだ。人には教えられない。危険すぎる。
本当は宣伝もしてほしいんだけどね。あんまり積極的に宣伝しちゃうとせっかくの穴場が混んできちゃうから。なあユキナ、今日はどうして俺をここに連れてきてくれたんだ？罪滅ぼしが一番近いかな。罪って何かされたか？まあほら、私は風魔の分家、そしてあなたは風魔の宗家、それもご当主様でしょ。それなのに一度も挨拶に伺ったことがなかったから。今の風魔はそんな立場じゃないからな。挨拶してない家なんて他にもたくさんあるだろう。だとしても、そのうちはその中でも特にだから。ああ、申し訳ありませんでした、親方様。親方様がご当主になられたなら、真っ先にお伺いすべきだったものを。おいおい、やめてくれよ。一体いつの話だよ。俺たちがガキの頃のことだぞ。でも、ですが、それでは。なら、当主として言わせてもらうが、これ以上このことを気にするのは許さない。さっきも言ったが、俺たちが何も知らなかった頃の話で、もう終わったことだ。俺たちの間にはわだかまりみたいなものはないし、ユキナが気にするようなことはない。でも、それでも、どうしても気になるって言うなら、これからも大魔人として、この農園みたいに多くの人を守ってくれ。俺だって、今はそう考えて、そのために動いている。当時の償いだとかじゃなくて、俺がそうすべきだと思っているからだ。親か、小太郎。ユキナだってそう思っているから、この農園を守れたんじゃないか。そうだね、そうだよ小太郎。ありがとう小太郎。これからは一緒に戦おうね。ああ、力を合わせていこう。よろしく頼むよ。よし、今度こそ暗い話はおしまい。さあ、もっとイチゴ食べな。そうだな、いっぱい食べて、みんなの分もお土産に積んで帰ろう。そうだね、トキコさんやサイカさんもきっと喜ぶよ。そういえば、ユキナもジャガンを使うんだよな。どういう力なんだ？ああ、私の目はダメージ系催眠って感じかな。目を合わせた相手に苦痛を与えて、場合によっては、みたいな。それは、強いな、とてつもなく。その分、負担も大きくてね。連発はもちろんできないし、使ってからは普通に目を開けとくのもきついのよ。ああなるほどな、そういうことだったのか。え、何が？いや、こっちの話。でも、そうか、それなら。
ちょっと気になるじゃない。ああ帰るとき話すよ。それより今はイチゴだよ、イチゴ食おうぜ。あ、うん、なんかごまかしてない？まあいいけど。了解、行ってくるわね。ランピ、お姉ちゃんパワー。